賢者の贈り物。オー・ヘンリー作。1ドル87セント。それで全部。しかもそのうち60セントは小銭でした。小銭は1回の買い物につき、1枚か2枚ずつ浮かせたものです。乾物屋や八百屋や肉屋に無理やり負けさせたので、しまいに、こんなに値切るなんて、という無言の非難で、頬が赤くなるほどでした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント。明日はクリスマスだというのに。これでは、全くのところ、粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありません。ですからデラはそうしました。そうしているうちに、人生というものは、わーわー泣くのと、しくしく泣くのと、微笑みとでできており、しかも、しくしく泣くのが大部分を占めていると思うようになりました。この家の主婦が第一段階から第二段階へと少しずつ移行している間に家の様子を見ておきましょう。ここは週8ドルの家具付きアパートです。全く筆舌に尽くしがたいというわけではないけれど、不老者一掃部隊に気をつけるために、アパートという名前を付けたに違いありません。階下には郵便受けがありましたが、手紙が入る様子はなく、呼び鈴はありましたが、人間の指では鳴らせそうもありません。その上には、ミスター・ジェームズ・ディリンガム・ヤングという名前が書かれた名刺が貼ってありました。そのディリンガムの文字は、その持ち主に週30ドルの収入があった繁栄の時代には、そよ風にはためいてきました。でも、今や収入は20ドルに減ってしまい、文字たちはもっとつつましく、謙遜な D 一文字に押し縮めようかと真剣に考えているようでした。しかし、ジェームズ・ディリンガム・ヤング氏が家に帰って2階のアパートに着くと、すでにデラとしてご紹介済みのジェームズ・ディリンガム・ヤング夫人が、ジムと呼びながら、いつでもぎゅっと夫を抱きしめるのでした。これは大変結構なことですね。デラは泣くのをやめ、頬におしろいをはたくのに意識を集中させました。デラは窓辺に立ち、灰色の裏庭にある灰色の塀の上を、灰色の猫が歩いているのを、物憂げに見ました。明日はクリスマスだというのに、ジムに贈り物を買うお金が、1ドル87セントしかありません。いくつきもいくつきも、コツコツと貯めてきたのに、これがその結果なのです。週20ドルでは、大したことはできません。支出は、デラが計算した以上にありました。支出というものは、いつだってそういうものでした。ジムへの贈り物を買うのに、1ドル87セントしかないなんて。大切なジムなのに。デラはジムのために
何か素晴らしいものをあげようと、長い間計画していたのです。何か素敵で滅多にないもの。ジムの所有物となる栄誉を受けるに、少しでも値する何かを。その部屋の窓と窓の間には、姿見の鏡がかけられていました。多分あなたも8ドルの安アパートで見たことのあるような姿見でした。大層細身で、機敏な人だけが縦に細長い列に映る自分を素早く見て取って、全身像を非常に正確に把握することができるのでしょう。デラはスラッとしていたので、その技術を会得しておりました。急にデラは窓からくるりと身を翻し、その鏡の前に立ちました。デラの目はキラキラと輝いていましたが、顔は20秒の間、色を失っていたのでした。デラは手早く髪を下ろし、その長さいっぱいまで垂らしました。さて、ジェームズ・ディリンガム・ヤング家には、誇るべき二つのものがありました。一つは、ジムの金時計です。かつてはジムの父、そしてその前にはジムの祖父が持っていたという金時計。もう一つはデラの髪でした。芝の女王が通風縦穴の向こう側のアパートに住んでいたとしましょう。ある日、デラが窓の外に濡れた髪を垂らして乾かそうとしたら、それだけで女王様の宝石や宝物は色あせてしまったことでしょう。またソロモン王がビルの管理人をやっていて、宝物は地下室に山積みしていたとしましょう。ジムが通りがかりに時計を出すたび、王様は羨ましさのあまり、ひげをかきむしったことでしょう。さて、そのデラの美しい髪は、褐色の小さな滝のように、さざ波を打ち、輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました。髪はデラの膝のあたりまで届き、まるで長い衣のようでした。やがてデラは神経質そうにまた手早く髪をまとめ上げました。ためらいながら1分間じっと立っていました。が、そのうちに涙が1粒、2粒、すり切れた赤いカーペットに落ちました。デラは褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古い帽子をかぶりました。スカートをはためかせ、目にはまだ涙を光らせて、ドアの外に出ると、表通りへ続く階段を降りていきました。デラが立ち止まったところの看板には、マダム・ソフロニー、部屋用品なら何でも、と書いてありました。デラは階段を一つ駆け上り、胸をドキドキさせながらも、気持ちを落ち着けました。女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、到底、ソフロニーという名前のようには見えませんでした。
紙を買ってくださいますか？と、デラは尋ねました。買うさ。と、女主人は言いました。帽子を取って見せなさいよ。褐色の滝がさざ波のようにこぼれ落ちました。20ドル。手慣れた手つきで紙を持ち上げて女主人は言いました。すぐにください。とデラは言いました。ああ、それからバラのような翼に乗って2時間が過ぎていきました。なんて、使い古された比喩は忘れてください。デラはジムへの贈り物を探してお店を巡っておりました。そしてとうとうデラは見つけたのです。それは確かにジムのためだけに作られたものでした。それほど素晴らしいものは、どの店にもありませんでした。デラは、全部の店を、ひっくり返さんばかりに、見たのですから。それはプラチナの時計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ごてごてした飾りではなく、素材のみが、その価値を主張していたのです。すべての良きものがそうあるべきなのですが、その鎖は彼の時計につけるのにふさわしいとまで言えるものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだとデラにはわかりました。この鎖はジムに似ていました。寡黙だが価値がある。この表現は鎖とジムの両者に当てはまりました。その鎖には21ドルかかり、デラは87セントを持って家に急いで帰りました。この鎖を時計につければどんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見る時もあったのです。デラが家に着いた時、興奮はやや冷め、分別と理性が頭をもたげてきました。ヘアアイロンを取り出し、ガスをつけると、愛に気前の良さを加えて生じた被害の跡を修繕する作業にかかりました。そういうのは、いつも大変な仕事なのですよ。ねえ、あなた。とてつもなく、大きな仕事なのですよ。40分のうちに、デラの髪は小さく集まったカールで覆われました。髪型のせいで、まるで、ずる休みした学童みたいに見えました。デラは、鏡に映る自分の姿を、長い間、注意深く、ためつすがめつ見つめました。私のことを、殺しはしないだろうけれど。と、デラは、独り言を言いました。ジムは私のことを見るなり、コニーアイランドのコーラスガールみたいだって言うわ。
でも、私に何ができるの？ああ、本当に、1ドル87セントで何ができるっていうの？7時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがて、ジムが初めの階段を登ってくる足音が聞こえると、デラは一瞬、顔が青ざめました。デラは、毎日のちょっとしたことでも、小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、神様、どうか、ジムが私のことを、今でも可愛いと思ってくれますように。と、囁きました。ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。ジムは痩せていて、生真面目な顔つきをしていました。かわいそうに、まだ22歳なのに。彼は、家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。ジムはドアの内で立ち止まりました。うずらの匂いにじっとしている猟犬と同じように、そのまま動きませんでした。ジムの目はデラに釘付けでした。そしてその目には、読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいました。それは憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒否でもなく、恐怖でもなく、デラが心していたどんな感情でもありませんでした。ジムは顔に、その奇妙な表情を浮かべながら、ただ、じっとデラを見つめていたのです。デラはテーブルを回って、ジムの方へ歩み寄りました。ジム、ねえ、あなた。デラは声を上げました。そんな顔してみないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だって、あなたにプレゼント一つあげずに、クリスマスを過ごすなんて、絶対できないんだもの。髪は、また伸びるわ。気にしない。でしょ？こうしなきゃダメだったの。ほら、私の髪ってすごく早く伸びるし。メリークリスマスって言ってよ、ジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか、当てられないわよ。髪を切ったって？と、ジムは苦労しつつ尋ねました。まるで、懸命に頭を働かせても、明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。切って、売っちゃったの。と、デラは言いました。それでも、私のこと、
変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても、私は私、よね。ジムは、部屋を探し物でもするかのように、見回しました。髪が、なくなっちゃったって?ジムは、なんだかバカになったように言いました。探さなくてもいいのよ。と、デラは言いました。売っちゃったの。だから、売っちゃったからなくなったのよ。ねえ、クリスマスイブでしょ?優しくして。髪がなくなったのは、あなたのためなのよ。多分、私の髪の毛の一本一本まで、神様には数えられているでしょうね。デラは急に真面目になり、優しく続けました。でも、私があなたをどれだけ愛しているかは、誰にも測ることはできないわ。チョップをかけてもいい?ジム?ジムは、ぼーっとした状態から、はっと戻り、デラを抱きしめました。さて、それではここで10秒間、趣を変えた、ささやかな事柄について、控えめに吟味をしてみましょう。週8ドルと、年100万ドル。その違いは何でしょうか?数学者や知恵者に尋ねたら、誤った答えが返ってくるでしょう。東方の賢者は、高価な贈り物を持ってきましたが、その中に答えはありませんでした。なんだか暗いことを申しましたが、ここで述べた言明は、後に、はっきりと、光り輝くことになるのです。ジムは、オーバーのポケットから包みを取り出すと、テーブルに投げ出しました。ねえ、デラ。僕のことを勘違いしないで。髪型とか、肌剃りとか、シャンプーとか。そんなもので、僕の可愛い女の子を、嫌いになったりするもんか。でも、その包みを開けたら、はじめのうちしばらく、どうして僕があんな風だったかわかると思うよ。白い指が素早く、紐をちぎり、髪を破りました。そして歓喜の叫びが上がり、それから、ああ、ヒステリックな涙と嘆きへと、女性らしく、すぐさま変わっていったのです。急いで、そのアパートの主人が、必死になって、慰めなければなりませんでした。包みの中には、櫛が入っていたのです。セットになった櫛で横と後ろに刺すようになっているものでした。その櫛のセットはデラがブロードウェイのお店の窓で長い間あがめんばかりに思っていたものでした。美しい櫛。ピュアな鼈甲でできていて宝石で縁取りがしてあった。売ってなくなった美しい髪にぴったりでした。その櫛が高価だということをデラは知っていました。ですから心の内ではその櫛が
ただもう、欲しくて欲しくて、たまらなかったのですけれど、実際に手に入るなんていう望みは、ちっとも抱いていなかったのです。そして、今、この櫛が自分のものになったのです。けれども、この髪飾りによって、飾られるべき髪の方が、すでになくなっていたのでした。しかし、デラは、櫛を胸に抱きました。そして、やっとの思いで、涙で濡れた目をあげ、微笑んで、こういうことができました。私の髪はね、とっても早く伸びるのよ、ジム。そしてデラは、火で焼かれた子猫のようにジャンプして、声を上げました。キャッ、そうだ。自分がもらう美しい贈り物を、ジムはまだ見ていないのです。デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。貴金属の鈍い光は、デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。ねえ、素敵じゃない？街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。時計、貸してよ。この鎖をつけたら、どんな風になるか見たいの。デラのこの言葉には従わず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。ねえデラ、僕たちのクリスマスプレゼントは、しばらくの間、どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには、上等すぎるよ。櫛を買うお金を作るために、僕は、時計を売っちゃったのさ。さ、チョップを火にかけてくれよ。東方の賢者は、ご存知のように、賢い人たちでした。素晴らしく賢い人たちだったんです。貝羽桶の中にいる巫女に、贈り物を運んできたのです。東方の賢者が、クリスマスプレゼントを贈る、という習慣を、考え出したのですね。彼らは、賢明な人たちでしたから、もちろん贈り物も、賢明なものでした。多分、贈り物がダブったりした時には、別の品と、交換をすることができる特典もあったでしょうね。さて、私はこれまで、拙いながらも、アパートに住む、二人の愚かな子供たちに起こった、平凡な物語をお話ししてまいりました。二人は愚かなことに、家の最も素晴らしい宝物を、互いのために、台無しにしてしまったのです。しかしながら、今日の賢者たちへの最後の言葉として、こう言わせていただきましょう。贈り物をするすべての人の中で、この二人が、最も賢明だったのです。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この二人のような人たちこそ、最も賢い人たちなのです。
世界中のどこであっても、このような人たちが最高の賢者なのです。彼らこそ、本当の東方の賢者なのです。